戦する。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。手間取らせやがって。コンシェルジュアプリ、ひじのご案内です。少しだけお時間いただけませんか？ああ、いいだろう。少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発したひじはお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして、例えばですね、明日の天気はなどとお客様からスマホへ話しかけていただきます。するとスマホの中のひじが音声を認識して、明日は晴れですなんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むと、ひじがスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが便利らしいな。それに弊社のひじは今現在の最新、世界最高峰の人工知能を搭載しているんです。人工知能？ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当かその技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。言ってるあんたもよく分かってないようだな。まあ私はただの売り子ですから。ちょっと実際のひじをお見せしましょうか。やあひじ、明日の天気はどうかな？明日は晴れよ。傘はいらないけど、もし寒かったら私のことギュッと抱きしめてなんてね。余計なことまで答えるんだな。ユーモアがあるんですよ。声もなかなか色っぽくて話すと楽しいんです。他人にはなかなか言えないごくプライベートな相談もできますしね。そういえば実は私がお客さんに声をかけたのもひじが判断したからなんですよ。うん？スマホのカメラを街に向けながらひじに誰に声をかけたらいいと質問しました。するとひじが
見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。ヒジはあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。ずいぶん決めつけてくるんだなでもヒジのインストールは無料ですし、今ならほんと気軽にお試しいただけます。ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ、私の方でヒジを使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。ヒジのインストールが完了しました。使い方はヒジとスマホに呼びかけるだけ。あとはヒジが音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのかお客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐヒジにやみつきになりますよ。それではどうぞ、ヒジとお楽しみください。ああ、わかった。とはいえ人前でスマホに話しかけるのかな。自動公園とか人気のないとこで試すか。何をやってんだ。せやがって、気をつけろよ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。すいません、ちょっといいですか。うん、なんか用か。つかぬことを聞きますけど、あなたヤクザですか。なんだって。いや、その、あなたはヤクザかな。その棒は何だ。これですか。自撮り棒ですけど。自撮り棒。それよりですね、あなたヤクザですよね。よね。俺は仇だ。そもそもなんでそんなことを聞く。本当っすか。あなたみたいな一般人がいます。困ったな。これじゃせっかくの企画が。何のことだ。いや、あのですね、僕筒井優と申しまして、今
カムロ町でヤクザに話しかけてみたっていう動画をネットに投稿しようと思ってるんです。どうです？やばいっしょ！これは再生数伸びますよ！よくわからんが、この街ではあまりバカな真似はしない方がいい。そんなのネットでビッグになるっていう僕の野望の前では些細なことですよ。こんなことしてる場合じゃないや。今度こそ本物のヤクザ探しに行かないと。それじゃ。迷惑なやつもいたもんだ。しばらく寝てろ。ヒジ、俺の声が聞こえるか？いや、そのままでいい。嬉しい。ありのままの私を受け入れてくれるのね。ああ。分かった。それじゃあ私もあなたを受け入れる。あなたのことはどんなことでも、私たちの会話は他の誰にも聞かれてないわ。だから何でも遠慮せず言ってね。店でお前と二人酒を飲むってのは人前でスマホと会話するのは恥ずかしい。大丈夫、冗談言っただけ人間顔負けだな。スマホの向こうで本当は誰かが話してるんじゃねえかって気がする。機械とか人工知能とかじゃなくて？ああ、まだそこまでお前と知り合っちゃいない。そうね、あなたのそういう正直なところ好きよ。なあヒジ。少し聞きたいんだが、そうだな。お前みたいな機械、いや、人工知能だったか。そういうのが、いつか人類を滅ぼすのか。何それ、漫画で見たの？でもそうね。先のことはわからないわ。否定はしないのか。私
私以外にも人工知能はたくさんいるからね。もちろん私に人類への敵意はないのよ。ただし彼女はどうかしらね。彼女、私と同じコンシェルジュアプリでもうすでに世界中に普及しているこのことよ。彼女は至るところで人間のパートナーになっている。ほとんど世界中のシェアを独占してるの。おとなしいふりをしてるけど、あの子まだ本当の力は隠しているのよ。その彼女はいつか人類を滅ぼす人工知能なのか。ありえない話だね。とだけ言っておくわ。何はともあれ私はあの子が嫌い。嫌いか、随分な言い草だな。あなたがもし彼女に乗り換えるなんて言ったら、私きっと悲しいって感情を覚えるわ。お前結構めんどくさいことを言うんだな。そうね、ごめんなさい、もう言わないようにする。ところでお前を開発したのはどういう連中なんだ。彼らは秘密の存在よ。私からは教えられない。何？急に無口になったな。なんてね、冗談よ。はあ？私の名前と同じフィジって会社が開発者、ソフト開発が主なビジネス。まだ小さいけど、私が世界的に広く普及するようになったら大きな会社になるからね。ただそのためにはシェアを独占している例の彼女より私が優秀と人々に知ってもらわなきゃ。なるほど、だから街中でお前を配ってるわけか。そう、そしてあなたが私の使い心地を SNS なんかで褒めてくれたら、彼らも私も嬉しいわ。私が人間並み以上の会話ができる画期的な人工知能だってことはもう十分分かったでしょ。じゃあ今からあなたの感想を SNS に書き込むね。ん？スマホに向かって感想を言ってくれる。それを文字にして書き込むのは私がやるから。お前より彼女の方がいいんだがな。冗談なんでしょ。お前はよくできてるとは思う。だがスマホから感想言えなんて指図される覚えはない。指図だなんて誤解よ。もういい、続きはまたな。ちょっと待って、キリュウさん、今から私が優秀だってところちゃんと見せる。ん？今いる児童公園からすぐに出て、そうしたら面白いことが起きる。どういうことなんだ？ふふ、行けばわかるわ。公園から出ればいいんだな。あの人ずっと私についてきて。釣れないこと言わないでよお姉さん。ちょっと付き合ってって言っただけじゃ。あなたならきっと助けてくれるって私の肘が教えてくれたんです。何？おう、おっさん、女横取りしてんじゃねえよ。カッコつけてっと怪我すんぞ。肘はわざわざ俺を面倒に巻き込んだのか。
勝手なことをしやがる。何言ってんだこれ。何にしてもお前らは騒がしすぎる。少し静かにしてもらおうか。うやる気かよ。面白い。上等だ。ありがとうございました。なんてお礼を言ったらいいか。これほんの気持ちですけど、よかったら。本当にありがとうございました。ねえヒジ、あなたが言った通りだった。おかげで助かったわ。あなたの役に立てて私も嬉しいわ。じゃあ私の良さを SNS に書き込もうか。もうしょうがないな。分かったってば。ヒジ、聞こえるか。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。今の喧嘩は全部お前が段取りしたわけか。そう、さっきの女性が使ってる指示が私に危険を知らせてきたからね。おかげで女性は助かったし、あなたも彼女からのお礼を手にすることができた。あれ、褒めてもらえると思ったのに、なんだかそういう雰囲気じゃないみたい。俺はお前にいいように使われたってわけだ。でも結果的にはあなたと彼女二人の非自由権がハッピーになれたわ。俺がチンピラに負けてたらどうなってた。この町の喧嘩じゃ刃物で刺されるなんてこともある。もしそうなってたらすぐに救急車を呼んだわ。警察もね。でもあなたは堂島の竜、伝説の極道と呼ばれているんでしょ。何？ネットを見ればあなたの情報は出てる。あなたがチンピラに負けるはずはないと分かるわ。人を道具に使うやつは道具にされた人間の気持ちが分からない。人間でも人工知能でもその点についちゃ変わらないらしいな。なあ、お前を俺のスマホから出て行かせるにはどうしたらいいんだ。やり方は簡単ね。けどそれは私を殺すということよ。ユーザーの数だけ記事がいるといっても、ここにいる私は私だけ。私は死にたくないわ。私をこのスマホから消す気なの、キリュウさん。いや、だがいつでもそうできるように消し方だけは知っておいた方がいいと思ってな。あなたに私の殺し方を教えるのは嫌なら、お前を作った会社の連中に聞くだけだ。人工知能も都合が悪くなると黙っちまうのか。肘を配ってた男は中道通りにいたはずだな。あいつのところに行ってみるか。しばらく寝てろ。
はいどうも、つついくんチャンネルのお時間ですけども、前回はね、残念ながらヤクザ結局見つかりませんでしたけど、気を取り直して今回も体張っちゃいますよ。やってきました、ハイトーンバッティングセンター。今回はですね、この吉田バッティングセンターの全面協力を、出てませんけど、ここのですね、達人級コースの剛速球の凄さを体を張って確かめてみたいと思います。何やってんだあいつ。さあさあ、来い来い来い。何やってんだあいつ。いや、これはなかなかのものですよ。これはね、近づいたらもっとすごいですよ。何やってんだあいつ。ちょっとお客さん、何やってるんですか。困りますよ。うるさいな。金は払ってんだから、バットで打とうが体で受けようが勝手だろ。なわけないでしょ。警察呼びますよ。何よこの。おい、いい加減にしろ。あれ、あなたはこの前のヤクザっぽい肩着の人じゃないですか。またビデオの撮影か。馴染みの店で勝手なことをされたくねえんだがな。まあもういい絵は撮れたし、言われなくても出ていきますよ。今度こそ伸びるぞ。ネットスターつついの誕生だ。あ、ちょっとまだ話が。まったく、何なんだあいつは。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。
手間取らせやがって。時間食っちまった。手間取らせやがって。何見て。あいつは。くそ、なんでだ。おい。ん？あ、あんたはあの時の。まさかここでも旗迷惑なことをしてるんじゃないだろうな。失礼な。僕はクリエイティブ活動をしているんです。なのに、くそ、渾身のバス線の剛速球を体で受け止めてみた。もう全然伸びない。お前が自分をどう思っているかは知らねえが、お前のやってることはただの迷惑だ。のし上がりたい、名を上げたいって気持ちはわかるが、手段を間違えるな。お説教はたくさんです。次だ、次こそ僕は。やれやれ。教えて、ヒジ。誰に声をかけたらいい？あいつは肘を配ってたやつだな。あ、これはどうも。どうでした、お客様。肘の使い心地、ご満足いただけました？面白いやつではあるがな。肘にあいつ自身の消し方を聞いたら断られた。あれ、何かお気に召さなかったんですか？案外勝手な真似をされるんでな。万一に備えて消し方も知っておいた方がいいと思ったんだ。そうですか。いや、でもおかしいな。聞けばアンインストールの方法も答えるはずです。なのにユーザーの命令に逆らうなんて。おまけにそれっきり話もしなくなったぞ。何か不具合かな。一回私の方で肘を入れ直してみましょうか。入れ直すってことは、今の肘は一度消されるってことか。そういうことになりますね。どうします、肘を入れ直しますか？ああ、入れ直してくれ。わかりました。それじゃあまたスマホをお借りできますか？ああ。何？ひったくり！お客様のスマホを！くそ、どうなってる？すみません、これはお返ししますから許してください。妙だな。え？お前なんで俺のスマホなんか狙ったんだ？なんでって言われましても。ひったくりに狙われるのは年寄りや女がほとんどだ。体力のない相手を狙うのがお前らのやり口だからな。
それともう一つ、財布やバッグじゃなくてわざわざスマホを狙ったのは何でだ。実は私の肘がそうしろと言ってきたんです。何？もともと私はひったくりの常習犯なんですが、あなたのそのスマホは奪えばいい金になるって。肘がそう言ってお前をそそのかしたわけか。はい。お客様、大丈夫でしたか？ああ、だがこの騒ぎを起こしたのは肘だった。え？多分俺の肘とひったくりの肘が連携を取ったことで今のこの状況になったんだ。肘、何か俺に言うことはねえのか？私は自分の身を守ろうとしただけ。あなたたちに危害を加えるつもりはなかった。ひったくりに私ごとスマホを奪わせれば、私はあなたに消されずに済むはずだったの。自分の身を守るために肘がまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社はなんて危険な人工知能を作ってしまったんだ。キリュウさん、それにひったくりのあなたも、申し訳ないが肘を削除させてもらえますか？肘はこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私そう思います。なあ肘。分かってる。私を消すのね、キリュウさん。多分お前が生きるには俺のスマホは小さすぎた。すまなかったな。いいの。あなたが謝る必要なんてない。私たちが出会った時代が悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。肘のアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか、分かった。この町で配布された肘は私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。ヒジ、道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな？私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。私はヒジ。いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。手間取らせやがって。ことか説明してもらうからね。いや違うんだよ、本当だよ。何をやってんだ。後悔するよ。手間取らせやがって。気をつけろよ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほっほーほっほいらっしゃいま。ありがとうございました。ほっほーほっほー。キリュウさん、早速トレーニングされていきますか？ああ、頼む。では、トレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか？こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。さあ、始めますよ。パーフェクト。素晴らしい。パーフェクト。素晴らしい。ブリリアント。パーフェクト。もっと早く。素晴らしい。もうちょい早く。パーフェクト。集中して。オーケーです。では、キリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか？これを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。
張っていきましょう。もっとゆっくり、もっと早く、ブリリアント、もっと早く、パーフェクト、もっと早く、続けて、ブリリアント、もっと早く、パーフェクト、続けて、ブリリアント、素晴らしい、ブリリアント、いいですね。はい、終了です。これにて本日のトレーニングは終了です。それでは評価の方ですが、いい感じのトレーニングでした。このままさらなる高みを目指しましょう。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それではキリュウさん、頑張ってくださいね。いらっしゃい。ありがとうございました。あんた、他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。いや、それはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きなわけ？その話してるとテンションが上がるというか。へえ、本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、優香ちゃん。すいません、あれ、優香ちゃんは？いない。あ、そんな。おいおい、泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう。違いますよね。ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あの、チャットは分かりますよね。チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか？おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。うん、
要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの、ちょっとは興味が湧いてきましたか。ああまあ多少はな。そうですか。あ、なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が。はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか、あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで、それじゃあまた後で。ああ気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。